戦略歌舞伎よ、この一件鳥羽の上皇が一役買っているようだ。上皇は空位になっている太空の座につき、ジパングを支配しようと考えているらしい。そこに大門教の奴らが協力すればその地位を与えてやるとそそのかしたようだ。この手は4年前の戦いの時にも大門教が用いた奴らのお箱だ。歌舞伎よ、上皇の屋敷に潜り込み、事の真意を確かめるのだ。上皇の屋敷に忍び込むには、桃山鉱山からの抜け穴を使うといいだろう。火の勇者としても、お前の活躍に期待している。そうそう、オロチマル。過当な生命体がここまでやるとは思わなんだぞ。我も全身全霊を賭して戦おうではないか。我が力を遮る邪魔な障壁は消させてもらおう。私の邪魔はさせぬ。私を待ち望んでいる民のためにも絶対に邪魔はさせるぞ。我が星、母なる星デリスカーラインよ、我の力を解放したまえ。傷の数だけお前は美しくなる。日本征服計画の達成はもはや時間の問題になりました。私に逆らうすべての敵は葬り去り、あとは生徒たちにクーデターの命令を下すだけです。しかし彼らは本当に私のために働いてくれるでしょうか。彼らの目を見ていると何かが違うという気がしてならないのです。あの信じ合う心とやらを持つ恐れを知らぬ者たちの目とは。京介よ、なぜお前はそんな目をしているのだ。何がお前を変えさせたというのだ。キーヤ、違う。昔は二人ともそういう目をしていた。あ、またあの頭痛が。あ、父上、どうすればよいのでしょう。私の中にいるもう一人の私が身を切られるような暗く冷たい檻の中で苦しみもがいて叫んでいるのです。これがあの愚民たちが言う孤独というものなのでしょうか。なぜ京介よ、私に歯向かったのだ。私はお前さえそばにいてくれればそれでよかったのだ。京介、兄さん。
その声は京介か。なぜ厳しい修行を積んだ私がお前に負けたのだ。お前は一体どんな修行をしたのだ。僕自身は何も変わってない。何をやっても兄さんに勝てなかったあの頃のままさ。ただ僕は気づいたんだ。信じ合う心があればどんな困難にも打ち勝つことができることにね。信じ合う心か。何か遠い昔に忘れてきたような気がする。兄さん大丈夫。今からでも遅くはないよ。そうだな。私もお前たちのように。そうだよ、必ずできるさ。これからは一人じゃないんだから。ややその姿は。はー、だまさ変なの。そのだらしなさがグッドだね。よくもバカにしてくれたんだわさ。許さないんだわさ。どうして？せっかく褒めたのに。お前なんかぷよぷよ地獄に落としてやるんだわさ。いいものあるわよ。どんなの？だからいいものよ。だから何なの？見たい？こっちに来て。ほらね。やあ。戻れないわよ。やあ。私の攻撃が受け止められるかしら。狙いが甘いぜ。きっちり返すぜ。どうぞ、倍返しが基本よね。このまま黙ってやられると思ったら大間違いよ。あら、もうやめちゃうの？私と戦いたくないのはわかるけどね。死より深い闇。どうしても戦いますか？ご覧に入れよ。この程度だったらな。クラビスってさ、どうして髪切ったの？そんな、俺に聞かれてもわかりませんよ。はーい、クラビス。どうして髪切っちゃったのさ。すんごく綺麗だったのに。オリビエ様。別に、特に理由があったわけではない。ただ、切らない理由がなくなったというだけだ。まったく、今回の試験はわからないことばかりだな。あの二人の女王候補がどこまで力を発揮するか興味のあるところだが。何がおかしい？いや、ただ前の試験の時と同じようなことをと思ってな。何？まあまあ、二人とも
でもこれで宇宙の謎が解明されるかもしれないそうですし、ちょっと楽しみですよね。宇宙の謎か。私のことを覚えているかな、エイジ君。あれ？あんた確かあの時の。どれだけこの日が来ることを待ちわびたことか。私はあの日以来、この時だけを生きる目標としてきたのだ。そうか。なら俺も全力でやらせてもらうぜ。このデューク、二度と同じ不覚は取らぬ。言ったはずだ。二度と同じ不覚は取らぬとな。うわ、なぜだ、なぜ勝てない。あんたは十分強いぜ。だけどそれだけじゃダメなのさ。執念だけじゃ本当の強さを知ることはできない。信念だけじゃ自分自身を超えられない。そうか、そうだったのか。私は剣の腕を磨くことだけを考え、己の精神修行を怠っていたのかもしれないな。それでは負けて当然。君はとても強い心を持っているからな。よせやえ、照れるぜ。君とはまた会える日を楽しみにしている。俺もさ、またお手合わせ頼むぜ。この霊気に耐えられるか。精霊よ、我に従え。ウェンディゴ、愚民がつけ上がるな。エルスリードの末裔、少しは楽しませてもらうぞ。これが最後の戦いだ。邪悪はこの手で葬ってみせる。人間ごときがここまでたどり着いた。しかし時は満ちた。お前たちの力ではもうどうすることもできまい。もう何の力も感じられない。光の女神ルシリス様のご加護を失ったのよ。ボーゼル、ダングリッサーが力を失った今、我々を抑えるものは何もない。見よ、アルハザードの真の力を。そんな、リアナ。太陽、出ておいで、私の兄弟たち。この世界はもう私たちのもの。カッカ、あなたがアルハザードを握ったのはファーナの仇を討つため。ガイエもパウロも亡き者にした今、その剣を握っている言われはなくなったはず。お前は分からぬのか、この剣の素晴らしき力が。この力があってこそファーナは再び生を受けたのだ。しかし、そもそもその剣がこの世に存在しなければ、ベルゼリアの計略にファーナが苦しむ必要はなかった。そうすればカッカがあのような芝居を打つこともなかった。すべてはアルハザードが狂わせたのです。この剣を負け。そうです。お気づきになってください、アルテミラー閣下。そうなのか。アルハザードがなければファーナは、
ファーナはよみがえる。あ、どうしたのだ、頭が。しっかりなさってください、アルテミラー閣下。ああ、ファーナ、私は。思い出してください、ご自分の気高き心を。あなたはアルテミラーなのです。そうだ、私はアルテミラー。いや、俺は闇の王子ボーテルだ。あ、うん、私は一体カッカ元に戻ったのか。確か私はファーナの仇を討つためにあるはず。アルテミラー様、ファーナ、なぜお前がいる。お前はガイエルに殺され、詳しくは後で話す。今はアルハザードを封印することが先決だ。とにかく無事に済んでよかった。だがさ、お前は。アルテミラー様、ご心配はおやめください。私は一度死んだ身、それにカオスを封じたからといってすぐに術が無効になるわけではありませんから。さあ、エマーリ。は、何でございましょう、カッカ。私のわがままを聞いてくれ。何だい。私はファーナの旅に、テートに戻らんでしまう。アルテミラー様、この世界のどこかにファーナを本物の人間に戻せる方法があるかもしれん。それを探してみたい、カッカ。しかしそれは、ファーナに残された時間もわずか、無駄かもしれない。だが、私は愛する者のために全てをかけてみたのだ。最初から諦めるよりはな。彼は、承知しました。このエマーリンク、閣下がお戻りになるまで、帝国を守ってご覧に入れましょう。もう動かぬ。奴だ、全て奴のせいだ。奴が憎い。ようこのような目に合わせた奴が憎い。この世界すら全てが憎い。パウルよ、パウルよ。誰だ、よう呼ぶの。我が名はカオス、闇の神にして混沌を司る者。お前はアルテミュラーが憎くはない。お前をそんな目に合わせたアルテミュラーに復讐したくはない。復讐、憎い、やつが憎い。世から帝国を奪い、そして目も体の自由も奪った奴が憎い。全身に激痛が走るたびに奴への憎しみが増す。だがお前は歩くことすらままならぬ。奴に傷一つ与えることもできぬ。力、何者にも屈せぬ力が欲しくはない。殺せる力が欲しい。この世界に生きる者全てを下僕にするだけの力が欲しい。そうだ、その怒りと憎しみ。アルテミュラーなどよりお前の方こそボーゼルにふさわしい。我は世に出るために今まで力を蓄えてきた。だが今一歩というところで望みを絶たれた。このままでは世に出ることさえままならぬ。パウ、お
前に我が今まで蓄えてきた力の一部を授け、そして永久の命をな。おお、カオス様、我をあがめよ、我をたたえよ、そして貴様はオーデンとなれ。体に力が満ちてくる。素晴らしい。なんというパワーだ。お前に部下を与えよ。必ずや闇の力はカオスを世に呼び出すのだ。はは。素晴らしい。この魔力の高まり、体がはち切れそうだ。ボーゼル様、何なりとお申し付けください。まずは衰えたカオス様の魔力を補うため、生贄の儀式でも行うとするか。ならば私が生贄を連れて参りましょう。頼んだぞ、魔将軍ガイエル。バカなやつ、空中戦艦バルロがある限り世界は我々のものだ。貴様らにそんな玩具は必要ない。空を覆う巨大空中戦艦バルロン、果たして飛竜はこの怪物を砕くことができるのか。だから言ってるじゃねえか、俺はスナッチャーなんかじゃねえよ。早く医者頼むよ。傷口に薬でも詰めときな。俺が何をしたって言うんだい。もうじき麻薬科の優しいお兄さんたちが来るから、そいつらに甘えな。おい、助けてくれよ。俺が何しちゃってんだよ。俺はただエアロサーフィンが好きなんだ。大会で優勝したかっただけなんだ。そのために金が必要だったんだよ。たかがヤクじゃねえか。子供でもみんな持ってるぜ。危ないところだったな。もう少しであの領域だったぜ。誰だ。俺か。俺はランダム派人、バウンティーハンター。バウンティーハンター。民間人の賞金稼ぎです。ジャンパーは危険な仕事です。そのため年々その数が減ってきています。そこで政府がスナッチャーに賞金をかけ、一般の協力を仰いだというわけです。もちろん登録はしなければなりませんが。ランダムとか言ったら後をつけてきた。捜査は柄に合わねえ。探すのはやるのは俺。規則です。バウンティーハンターの登録番号を言ってください。照合します。 DH75001 ランダム端、綴りは RANDAMHAJILE。 DH75001 ランダム端です。確認しました。あなたをバウンティーハンターと認めます。ダーン、キリア。なんと彼は今月までに3体のスナッチャーを処理しているようです。フレディを入れると4体目。4体。この道じゃ俺の方が長い。そう焦るな、しない。ジャンカーさんよ、いいことを教えてやろう。まあ知っているかもしれんが、スナッチャーの弱点はその人工皮膚。やつらの皮膚は紫外線に当たると眼化するらしい。そのためにやつらはその皮膚をメンテナンスする病院を確保している。つまりそこを叩けばスナッチャーを根こそぎやれるぞ。どうしてそれを。そうか、お前ギブスンから情報を盗んでいたから。まあそんなことはいいじゃねえか。ギブスンなきあとはあんたに働いてもらわんかな。俺がそうする、お前がキャンプか。
とにかくギブスはその病院を発見したらしい。何か手がかりを残してるはずだ。らしい？ガンダム何も知らないか。調べるのはあんたの仕事だろう。借りができたな、ランダム。いつか返してもらうさ。アバヤちゃんか。ギリアン、このままで俺たちは全滅だ。お前は生きて帰らなきゃならない。ジャンカーだ。何をする気だ、ランダム。大きな花火を上げてやる。奴らにスナッチされるくらいなら。自爆するつもりか。一緒に戦おう、ランダム。ダメだ、大体も生まれた。クソ、バウンディーハンターにとって足の負傷は命取りだ。何か賞賛はあるのか。これも伊達にバウンディーハンターをやっちゃいない。こういう時のための用意はしてある。昔から物持ちはいい方だった。12月だ。花火をあげるには遅すぎる。季節外れの花火だ。年忘れるな。ベルトに TNTPX が仕込んである。火星の鉱山で使っている強力なやつだ。ボタン一つでこの病院は軽く吹っ飛ぶぜ。考えてる時間もないはずだ。ジャンカー、行け。何をしてる、腰抜け。通風口から逃げろ。強烈なフラッシュを焚く。やつらのセンサーが狂う。その隙にできるだけ遠くへ。分かったか。花火は離れて見るもんだ、ギリアン。別れの挨拶は済んだ。それではそろそろ死んでもらおうか。こっちも忙しいんでな。いいか、合図をしたら通風口を破って逃げるんだ。ブラスターを忘れるな。メタルついてこいよ。はい。ランダム。ギリアン、どうやら借りは貸したままになりそうだ。借りはお前の分まで奴らにまとめて返すつもりだ。行け、走れギリアン。誰だ。久しぶりだな、ジェミー。それにギリア。私だ、ジェミー。エリア、エリアなの。ランダム。いや違う。覚えていてくれたか。私はエリア・マッドナー、ペトロビッチ・マッドナーの一人息子、エリア本人だ。もうこんなに老いぼれてしまったが。なぜだ、動けるはずはない。俺は往生際が悪いんだ。バカな。おとなしく俺と心中しな。おい、スナッチャーども、そのチビに触れるな。こいつの首をへし折るぞ。ガンダム。フン、俺は人に利用されるのが嫌いなんだ。俺と一緒に終焉を見よう。ギリアン、あと5分です。外にトライサイクルがスタンバっています。それに乗ってください。私はエリア・マッドナーだぞ。お前のオリジナルだ。俺が偽物であれ本物であれ、俺もお前もここで死ぬ。どちらも死ねば偽物は存在しなくなる。つまり理屈だ。機械のプログラムのな。これは俺の意志だ。機械に意志などない。機械に自己犠牲などできるものか。どうかな。早く出てください。クレムリンにある自動工場の処理を頼みます。やめろ。ギリアン、たとえ俺のこの頭の中の記憶が作り物でも、
分かっている。共に戦った思い出は本物だ。疑う余地もない。キリアン、いいジャンカーになったぜ。いかん、逃がすな、ジェミン。人の愛し方も分からん哀れな奴め。機械が何を笑っている。俺はあんたをスナッチすることで自分を取り戻すんだ。ランダム、あと1分切りました。もう大丈夫です。ありがとう。礼には及ばんぜ。こんな大役に付き合わせて悪かったな。よくやった。立派なジャンカーだ。旅はどうだった、ポリスノーツさん。 AP だったのか。トニー・レッドウッドだ。 AP の爆弾処理を担当してるが、エンプス乗りでは彼の右に出る者はいない。ミスター・ゴダードと呼ばれている。宇宙酔いくらいで参るようじゃ、早くホームのママのところへ帰った方がいいぜ。それともまたスチュワーデスに薬でももらうか。ここはビヨンドだ。あんたのような古いテレストリアルには厳しいところだ。俺はお前のようにゾンビみたいになるつもりはないがね。ジョナーさん、やめろ。相手にするな。そうだ、エド。この次元装置の仕掛けわかるか。なんだ、いきなり。あんた、ホームで爆弾処理班にいたことがあるらしいな。麻薬界入る前のことだ。通常爆弾の設計者は解体されないようにいくつかの安全策を設ける。ここに赤と青のコードがあるだろう。最後のセーフティー装置だ。このどちらかを切断すれば解体できる。俺がセットしたとしたら、これはどっちだと思う？危険の赤か安全の青か。レッドウッドのレッド。ドカーン。アウトだ。コロニーに穴が開いたぞ。攻撃的な人間が常に赤を好むとは限らない。答えは青だ。俺ならいつも青にする。ああ。覚えておくよ。レッドウッド！それまでだな。これは誰にも負けん。誰も俺を殺すことはできん。お前だけは俺がやる。俺の生死は俺が決める。北条も、北条のワイフも、デイブも、ビクトルも、みんな俺がやった。悔しいか。憎いだろう、殺したいだろう。レッドウッド、お前の殺したクリスは俺の母親だって言いたいのか。知ってる。誰も俺を殺すことはできないのさ、ジョナサン・イングラム。ステルス迷彩、君は。俺の友はどこだ。何のことだよ。今度は何だ。スネーク。さっきの忍者。待っていたぞ、スネーク。貴様は一体。敵でも味方でも、そういうくだらない関係を超越した世界から帰ってきた。二人きりで勝負をつけた。邪魔な奴らは排除した。目的は何だ。ずっと待ち望んでいた。ただお前
前とのひとときを楽しみたい。なんだよこいつら。これじゃまるでアニメじゃないか。決着をつけるためにあの世から戻ってきた。恨みか。そんな陳腐な感情ではない。お前との生死をかけた戦い、そこにのみ快楽がある。お前を殺すこと、お前に殺されること、どちらも同じだ。ふん、いいだろう。特等席で見ているがいい。その男は必要だ。手出しはさせん。さあ、俺を歓喜させてくれ。俺に生きる実感をくれ。やったか。懐かしい名前だ。ディープスロートよりは聞こえはいい。やはりお前だったのか。見ていられないぞスネーク、年を取ったな。俺は死の囚人、お前だけが俺を解放してくれる。フォックス、もうこんなことに関わるな。ナオミはどうする。ナオミはお前のために復讐を。ナオミ、ナオミを止められるのはお前だけだ。俺にはできない。どうして。ナオミの両親を殺したのは俺なの。まだ若かった俺はあいつまでも殺せなかった。あいつを拾ったのは後ろめたさに耐えきれなかった。あいつの世話をしたのは痩せこけた両親を満足させるため。それでもナオミは俺を兄と慕ってくれた。フォックス、あたから見れば俺たちは仲のいい兄弟に見えたかもしれない。だがあいつに瞳を覗かれるたび俺はいつも怯えていた。お前から伝えてくれ。本当の仇はこの俺だ。ここか。そろそろ決着をつける時だな。ディープスロートからの最後のプレゼントだ。俺が奴の動きを止める。フォックス、スネーク、俺たちは
政府や誰かの道具じゃない。戦うことでしか自分を表現できなかったが、いつも自分の意志で戦ってきた。スネーク、スラバだ。死を懇願したとき勝敗は決まる。分かったろ。貴様は誰も守れやしない。自分の店へな。